すみません。大蔵ホテルはどちらでしょうか大蔵ホテルですかこの先ですけど。あ、どうもありがとうございます。い,いえ。ちょっと伺いますが。はい。東京駅はこちらの方でしょうかいや、左の方ですよ。あ、そうですか。どうも。 ちょっと伺いますが、フランス領事館はどちらの方でしょうかフランス領事館ですかもう少し先です。あ、わかりました。どうも。ちょっと伺いますが、フランス領事館はどちらの方でしょうかフランス領事館ですか駅の向こうです。あ、わかりました。どうも。ちょっと伺いますが、 フランス領事館はどちらの方でしょうかフランス領事館ですか大使館の隣です。あ、わかりました。どうも。すみません。トイレどちらでしょうかトイレですかあそこに公衆電話がありますね。ええ。あの公衆電話と出口の間です。 わかりました。どうも。すみません。この辺に電話ありますかありますよ。売店の右にも左にもありますよ。あ、わかりました。どうもすみません。ちょっと伺います。はい。 あの公園の入り口はどこですか入り口は左の方ですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。い,いえ。すみません。ちょっと伺いますが。はい。この辺に交番ありますか交番ですかちょっとわかりませんね。 そうですか、どうも。すみません、ちょっとお伺いますが。はい。この辺にトイレありますかトイレですかあ、あの、後ろですよ。そうですか、どうも。すみません、ちょっとお伺いますが。はい。この辺に電話ありますか公衆電話ですか 駅の前の売店にありますけど。そうですか、どうも。すみません、ちょっと伺いますが。はい。この辺にホテルありますかありますよ。駅のすぐそばにプリンスホテルがありますけど。そうですか、どうも。すみません、ちょっと伺いますが。はい。 この辺に郵便局ありますか郵便局ですかえー、っと、そうですね。あそこが駅でしょう。あの駅の向こう側ですね。そうですか。どうも。すみません。ちょっと伺いますが。はい。ドイツ大使館はこの道ですか あ、いえ、もう一つ向こうの道ですよ。その左の方です。あ、ありがとうございました。すみません。虎ノ門病院はどちらでしょうか虎ノ門病院ですかさあ、ちょっとわかりませんね。この辺にはありませんね。そうですか。どうも。どうもすみません。 この先に公衆電話がありますよ。あ、そうですか、どうも。この先に交番がありますよ。あ、そうですか、どうも。この先に神社がありますよ。あ、そうですか、どうも。この先にお寺がありますよ。あ、そうですか、どうも。 この先に売店がありますよあ、そうですかどうも日本にはホテルも旅館もたくさんありますねそうですねあの駅と郵便局の間のビル何ですかああれですか 銀行じゃないですかあの公園の向こう側のビル何ですかああ、あれですか新しい郵便局じゃないですかあの病院の向こうのビル何ですかああ、あれですか銀行でしょう。あの大使館の前のビル何ですか ああ、あれですかあれも大使館でしょうあの教会の隣のビル何ですかあああれですかさあ何でしょうかね大 <noise> 蔵ホテルは東京ですけど東京のどこですか虎ノ門じゃありませんかあそうですか。 ダメですねこのコンピューター。コンピューターのどこですかさあ、よくわかりませんけど。きれいな公園ですねどこの公園ですか駅のそばの大きい公園ですよ。ああ、あそこですか。 明日は山本さんが来ますよどこの山本さんですか銀行の山本さんですよあ、そうですか誰ですか、あれさあ、よくわかりませんけど、学生でしょう。そうですか 大使館も領事館も同じビルでしょそうでしょうこのワインおいしいでしょうさあどうでしょうかねええ 新聞どこ,ですかどこでしょうかねあそこは教会でしょうかさあどうでしょうかねあの白い大きい建物何でしょうかね何でしょうかね病院でしょうか あれは劇場ですよそうでしょうかこのコンピューター新しいですかええ新しいですよこのコンピューター新しいですかええ新しいでしょうこのコンピューター新しいですか ええ、新しいでしょう。このコンピューター新しいですか。さあ、新しくないでしょう。このコンピューター新しいですか。いや、新しくないですよ。<noise> 京都のホテルは高いでしょうね。そうでしょうね。 京都のホテルは高いでしょうねそうですよ京都のホテルは高いでしょうねどうでしょうね東京の公園は上野公園だけですかいえいえもっとたくさんありますよ